当社版。当社版は印刷方法の一つ。後半印刷の一種である。ガリ版とも言う。当社印刷の原型は、トーマス・エジソンが1893年頃に開発したミメオグラフである。これを日本に合うように改良し、当社版、ホリー当社版として発明したのが、ホリー慎次郎夫子である。完成は1894年であり。 これが現代につながる最初の投射版印刷機であるとされる。ほぼ20世紀全体を通して日本で多く使われた。1894年、明治27年1月、堀井慎二郎夫子が投射版を発明。7月に発売開始し、11月に旧原子を発売した。老子と呼ばれる特殊な原子、薄洋紙にパラフィン、樹脂。 和製林等の混合物を塗り、乾かしたものを専用のヤスリ、ヤスリ板の上に乗せ、ヘラや先の尖った棒のような形状の鉄を木の軸に、片下、器具、鉄筆を強く押し付けて、絵や文字の形に原子を傷つけて、板を作っていく。この部分は、紙の塗料が、ヤスリ目の形に削れ落ちて、細かい穴がたくさん開き、透かしとなる。この作業を、原子を切る。 針を切るなどという、面印刷の部分は、写真製版の密度の高い網点のような状態になっている。濃淡を作りたい場合は、ヤスリの山が荒い網点のような配列になったものを使用し、筆圧を変えるなどして、穴の大きさで表現する。間違った場所は、修正液という薄いニスのようなものを塗って、穴を、舞、レタッチを行う。釣りでは、 木枠に細かいシルクスクリーンのような網を取り付け、その下に、製版の終わった原子容器、ガラス板の上などでインクを練り伸ばしたローラーを、手前から転がして、インクを押し付けて、行と、透かし部分だけインクが通過し、下に置いた用紙に印刷される仕組みである。シルクスクリーンのようにスクリーンにバンを接着する、必要はない。インクの粘着力で持たせておく。 シルクスクリーンが板を切り取ってしまうのに対して、投射板は面や線の部分も小さな穴のつながりでできているのでこの方法が可能であるが、原子が線の部分で破れやすく、切れるとすぐに使えなくなってしまう欠点もある。また、穴が小さいので、インクも柔らかめにしないとうまく印刷できず、いつまでも乾かないようなインクも多く使われていた。板は熟練者が作れば千枚は、 印刷可能であったが、数多くする場合には、替えの番を制作する必要があった。急ぎの場合には何人かが肩を並べて、同じ原稿から番を起こさなければならない。使用済みの番は、捨てるしかないが、1日程度であれば、何かに挟むなどで保存は可能である。スクリーンは清掃して、破れるまで使う。文字を組み替えないで、逐一文章通りに番を作っていくという点では、 木版印刷の正版と同じであるが、小さな文字では、下書きの外角を掘っていくわけではなく、ストローク通りの線が残るので、作業者の手の動きがより出やすいとは言えるであろう。読みやすくするための手法として当社版ではなるべくマス目一杯を使って自覚を話すようなスタイルの書体が自然と流行し、これは、車色印刷書体の粉の特徴にも通じるものが見られる。 この5ナノスタイルは、信号などにも継承されている。ガリ板の故障は原子を切る作業中に生じる音に由来するが、工術のボールペン原子、タイプ原子、ファックス原子を使うものでも、投射板は全般的にガリ板と呼ばれている。当社機は非常に簡易な印刷装置で、小型のものは手で持ち運ぶこともでき、原子とインクさえあれば、 電気などがなくても印刷可能なのが特徴である。このため、日本では小学校や中学校で副教材や問題用紙の印刷などに多く使われ、戦地でも活用された。また、労働運動や学生運動のビラなどを作成するためにも多く使われた。もちろん観光庁などでも普通に使われていた。複数のインクとバンを利用することでカラー印刷も可能であった。 高い技術を持つ書き手の手にかかると非常に美しい多色印刷物を作ることもできた。しかし実際には急いで誰でも操作可能であるという勘弁さで主に評価されていて今日のコピーのような役割で使われていたと言っていいだろう。1960年代の高校の文化系クラブなどでも備品として一台ぐらいあるのは珍しくはなかった。 その手軽さから勝負数の出版にも多く活用され、1950から1980年代には、演劇や映画、テレビ番組の本、楽譜、文芸道人詞など、ガリバン文化と呼ぶべき一時代が築かれた。特に日本や中国で多く使われた理由は、これらの国では文字の数が数千から数万種類あり、活版印刷がオーブンにより、 大がかりな体制と費用を必要としたからであろうと言われている。1970年代頃からは、下記のボールペン原子やファックス原子に移行し、印刷機も臨転機となっていったが、それらも1985年頃を境に、リソグラフ等の簡易印刷機の出現や電子、複写機コストの低下により、日本ではほとんど使われなくなった。ただし、一部の美術家が、 まだ使用している。アニメ、サザイさんの台本は近年まで当社版ですられていた。現在では、電気などがない地域のアフリカやアジアの小学校などで、多く使われている。マニュアルオートマの2種類があり、未だ停電のある国で活躍している。以前は、UK のガステトナー製が、世界中で多く見られたが、現在日本からは、大東加工製 DC-700 が多く、 輸出されているインクジェットより印刷コストが安く、質では劣ってしまうが、印刷スピードも当社版方式の方が早い。現在、デジタル化されたリソグラフ理想科学工業リコーデジタル印刷機デュープリンターデュープロが世界の市場を占めており、この分野はすべて日本から輸出がされている。このデジタル印刷機にはマスターインクといった消耗品が使われ。 このマスターが当社版の現在の姿になる。1970年代にはボールペン原子と呼ばれるボールペンで筆記することによってインクが通過する部分を作る印刷原版も存在したがボールペンの先が鉄筆ほど細くないことや原子の特性らロー引き原子に比べて線が荒くなるものであった。またタイプライターの活字をロー原子に打ち付ける タイプ印刷方式も業務用に採用され、軽印刷というジャンルが確立された。1980年代には、手書き原稿をドラム型スキャナで転写し、原子を作成する、当社原子自動製版機、当時はこれも、ファックスといった。ファクシミリと区別するため、当社ファックスとも呼ばれたが登場し、イラストなどもそのまま印刷できるようになった。 印刷を効率化するための臨天機も作られ、大量印刷に貢献した。理想化学工業では、プリントごっこというハガキサイズ専用の当社印刷グッズを発売し、一時は年賀状印刷などの用途で大きな人気を博した。これは原稿を専用の原子に熱で焼き付けて製版するものだが、同社では平面イメージスキャナによる高解像度の当社印刷機を リソグラフの商標で継続して発売している。また、毛筆用の投射板も行われたと言われている。ニカはその他を原料とする溶剤を強靭な薄用紙に塗り、これを乾かして原種とした。毛筆には気流酸化、流性酸アルカリ溶液を含ませ、文字や絵を描けば、描いた部分だけ薄用紙状の薬剤が溶けるものであったと言われている。印刷は、 鉄筆の場合と同様である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。